ございます。早速ですが、ここがどこか分かりますか？実は私、今日はなんと全地球防衛機構軍 EDF の拠点基地に来ています。 EDF といえば、先日襲来した地球外生物に対して積極果敢に応戦し、連日勝利を収めていること、すでに皆さんご存知ですよね。その活躍を受けて、 EDF は今や人類の憧れの的。建築作業員や整備士など、さまざまな業種から転職してきた人たちがここで日々訓練しています。ちょっと話を聞いてみましょう。あれ、あの方はもしや。おいおい、姫川さん。そういうあなたは本田教授。一体どうしたんですか？いや、転職しましたよ。ああ、この襲われてるの僕なんですが、こないだ EDF に助けられましてね。僕も人を救うやりがいを味わいたくて。というのは、建前で教授時代よりもモテるんですよ。そうですか。ちょっと心配ですが、今日は密着取材させてもらいますね。いいですよ、心配ご無用です。ここで待っててと言われたんですが。あ、へい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 、ひねくれちゃん。あ、本田さん、かっこいいですね。でしょ。我々レンジャーはバイクはもちろん、こんなにかっこいい戦車、さらに戦闘用のヘリ、これらを投下要請できるんですよ。すごくないですか？あ、そして機敏な動き。僕だけじゃありませんよ。我々 EDF は日々鍛えてますからね。頼もしいですね。あ、本田さん大変です。向こうから敵が。どこどこ。うわ、ちょっと急用を思い出してアニメ見ないと。ちょ、逃げるな。私も逃げないと。これは すごい攻撃です。助かりました。これは一体。よう、待たせたな。あなたはエアレイダー。エアレイパイセン、チーズ。改めてお話を伺いたいと思います。まず先ほどの攻撃は空爆要請さ。空爆を誘うだけでなく、空爆エリアをしっかり指定する仕事だね。そうですか。他にはどのような。空からの機関砲発射要請。要請後1秒程度で着弾、再発射まで約15秒。他にもまあいろいろだ。俺は元整備士だからな。メカはお手のもんさ。よっ、エア統領。さまざまな兵器の投下要請もできるそうですね。ああ、コンバットフレームは有効だな。それとタンク、ヘリ、地底用搭乗兵器なども呼べるな。さすが、ブラッカー E1 なら僕も呼べますけど。まさにエアレイダーあってこその EDF ですね。いや、それは違う。お前らレンジャー、そしてウィングダイバーも絶対必要だ。さらに俺が尊敬しているフェンサー。突く、叩く、ぶっ放す。あいつらは恐怖を知らない尊敬すべき化け物だ。 EDF みんなの力で地球を守ってくれているんですね。かっこいい、かっこいい EDF。 もっとそろそろ別の戦地に行かないとだ。新入り、任せたぞ。イエスサー。最後にもう一丁置き土産だ。え、お土産。地球を守る前にまずその姉ちゃんをしっかり守るんだな。やだ、かっこいい、ちゃんとしちゃう。さあ頼みますよ、本田さん。あれは、あれは、ああ、大きなダンゴムシでしょ。所詮ダンゴ。転がってきた。本田さん、大丈夫ですか？こっちからも見たことがないプライマーが。食われた。飛んでる。丸い地球を守るため EDF の出動だ。ローラー作戦大失敗。僕がローラーで潰された。